皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もモンスターハンターライズ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、宿敵マガイマガドを終了して一旦はエンディングとなりました。ただね、まだまだハンターの戦いは終わりません。今回星5のクエストに向かっていきます。星5のですね、レウス行こうか。リオレウスとタマミツネ、今回このセットで行こうかな。まずレウス、こっち行く。でですね、今装備こんな感じです。装備詳細、マガツビワとマガヨロイ、ナルガメール、ナルガアームとカンナギ、コシマキと、最後ナルガグリーブという感じ。あとですね、これはすいません、ちょっと待ってな。今のこの子はですね、多分上位のやつだわ。これね、花結び、これ勝手にこれ強化されたんか。これがね、生放送の周回所クエスト、あっちが上位に行ったんで勝手に更新されました。今のところこういう感じ。体力の上昇幅、これすごいね、75。じゃあ一番低いこれでいこうか。ただ火力はすごいと。でさらにお団子食べて、レウスどうしようかね。非耐性かな、非耐性。この台、この台になってるのもあれか、多分上位に行ったから。お供指導、よし。さあ全発動、これでこうサクッといきます。明けの岩洞火炎を護護、そこは領域近づくなかれ。大地焼き立つ雨の日は、空滑る王の鉄槌なるぞ。さあ出発、レウス。この子はもう本当におなじみモンスターで、毒持ちね。足にそう毒あります。でここはですね、いい調子だ。あれ何番っていうの、13番の脇んとこね。まず爆走していこうか。こっちか。ここね本当に広いんだ。広くて高低差すごいからめちゃくちゃ迷いやすい。あとあの13番の、なんていうかな、なんとも言えないあの変なアイコンね。あれ見えるかな。あれね、生放送で教えてもらったんですが、あそこに吹っ飛ばしでモンスターをぶつけると、モンスターがね、確か状態異常になるのかなっていうアイコンらしいです。いや、あれわからないよね。なんだろうなってずっと思ってて。さて、ここね。まず、竜の涙。これそうだな。閃光玉をまずセットして。で、ぶっ込み。これは、今のそう、スーパーマンに判定がないから、今の瞬間は。で、レウス。この子はサマースルーター使ってこないか。ただ、そう、空からね、ブレスを吐いてきます。降りてこい。こういう時はあれか、先行だ。まず A2 回、これで、よし。待ってね、落とし物。これ方向ね。ZR が一瞬すいません、遅れたわ。納刀してるから、そうそうそう。ちょっと出が遅いんだな。これ回避。でも食らうと毒になるかな、今のは。一歩前進、ペンペン。押し置きしてからのこっち。今のはまあ食らわな、正面いたもんね。大活躍だな。これかい。
こいつはなかなかこのスライドビートをぶち込む隙がないね。よし、今の空中のあいつに多少当たったのかな、かすったのかな。こいつもこうちょっと脇から攻めていこうね。これは先行。よし、で顔面縛り、さあ V 破壊。これドッスン食らうとドックになるね。足はあ、待って、これは欲しいな、回復。よし、これじわじわ回復かな。 FF でいうところのリジェネ。はい、よし、へばって、ここはできれば消えんまで持っていきたいところで、爆破、これ100入る。よし、怖い怖い怖い、こっち向いて止まんだよ。さあ大ダウン。ここはですね、弱点を尻尾かな、ちょっと外れてるけど、すいません、先端だよね。で怒りが解除か、まったりした、遅くなってます。これはどうかな、ヒットするか、当たらず。で落とし物、今作の落とし物はね、なんか消えないっぽいよ。なのでゆっくり回収していきましょう。よろしく。ほんで待ってな、どこ行ったあいつ、ここのね、こっち行った先かな。あとね、今日のコメント返し、シンさん質問です。アイノさんのトラウマボスとかありますか。トラウマボスはですね、モンハンで言うと P2G のね、一番最後のクエスト、モンスターハンターってのがあって、多分今やったらすごい簡単だと思うんだけど、あの当時はね、めちゃくちゃ難しく感じましたね。モンスターハンターなんだっけな、ナルガクルガ、レックス、あとあのかな、こうラージャンと、あとなんだっけ、なんかもう1体、4体だから連続で借りなさいってやつで、あの頃はですね、アイテムの調合に調合書ってのがあってさ、今でも覚えてんだけど、その調合書を持つスペースを多少削って、アイテム合成確率を下げてまで飛躍持ってったりとかね、うーんつって悩んで、で最終的に毒の太刀でクリアしたのかな、モンスターハンターっていう。あとはですね、 P2G ずっと最初片手剣でやっていて、で限界感じたのがね、 G 級の山つかみかな、確か G 級も全部なんか意地になって一人でクリアしてたんだけど、このなんか山つかみってやつ片手剣で全然勝てんぞみたいになって、時間切れになっちゃうんでね、40分戦って、40分だったっけ、4、50分だと戦って勝てないっていうのがずっと続いてて、でそこでやっぱりなんか火力不足っていうのを思い知りましたね。あ、これ片手剣じゃさすがに無理だなっていう、壁にぶち当たったっていう感じかな、あれは。これまずいな、顔面しばらく。あの頃そう、数値が出ないからね、ダメージ数値が。だから何が最適解かっていうのがよく分かんなかったんだよね。これが強いとかっていうのがよく分かんなくて、動作的に強く見えても別にダメージ的には全然強くないよっていう技とかね。うん、危ね、今のは無敵回避。こっから飛んでいく。あ、ただいいね、弱ってるわ、これ。追いかね状態ね。ちょっと欲張って支援押していた。モンハンで言うとやっぱそこら辺ですかね。こう待って、最後何で死んだんだろうな、多分お供が何かやってくれたのかな。でまずは落とし物を取って、
火竜で剥ぎ取る。あとトラウマ、なんだろう、ボスじゃないんだけど、子供の頃やったドラクエ5か、自分初のドラクエだったんだけど、全クリするまでにね、データね、最低でもね、5回消えた。今でも覚えてる。あれもそうですね、なんか最初から最後までタイムアタック的にやったら、おそらく、まあ、20時間とか24時間とかあればクリアできると思うんだけど、ちょうどいい感じのね、結末というか、最後の方まで進んで、で、ある日やろうと思ったら、はい、データが消えてました。ってなって、で、また最初からやるかってなって。今回はここまで。っていうのをクリアまでに、5回ぐらいかな、繰り返したかな。あれは今でも覚えてますね。ようやったなと思って。今だったらだってやめるもん、多分。まあ、それかセーブデータのお預けとかあるしね。で、今回7分でした。サクッと終わった。トラウマボス、他なんだろうな。強さで言ったら、ダクソ3のミディールとかね、あれは覚えてるな。なんか、やたら強かったっていう。で、フリーサイド、上位の捕獲か。これはちょっと、お預けかな。で、さらに、サブクエスト、星5の、玉三つね、これ行こうか。この子はですね、水やられ、あれが非常にうざったい。いい意味で。なので、水かな？水耐性。これね。あとはですね、まあ、ここら辺は、残る2つは別にいいか。あとね、そう、生放送でも言ったんですけど、このお団子のさ、2段目、3段目。多分これってあの、ユーリ君の髪型を意識してんのかなと思います。片目隠しじゃないかな。なんかいい感じっぽいしね。この二人。いや、しかも、水のあれだけ発動してないじゃん。さっきの、何パー？ 9 割だったっけ？んで、玉三つね。多分ですね、弱点は雷か。なので、フルフル行こうか。フルフルホルン。よし、こいつで行く。出発。皆さんなんかトラウマボスってありますか？理不尽に難しいとかじゃなくて、なんか絶妙に強くて全然勝てないっていう。ああ、でもあれだわ。体験版のマガイマガドとかさ、あとバルファルクか。夢幻か、哀れほよ。アマモナスカブチュコのアデスガタコウガタンコユキアイノリュウ。さあ出発。まず飯と肉塩素いらないかな。あと打ち消しの実、硝酸剤とりあえず持っとこうか。でですね、何番かな。8番。おそらく8のあれかな。アイコンがねよくわかんねえ。待ってね、かける虫これ取っとこう。この正面何かがいる。ここら辺じゃない？あ、これだわ。叩いていきます。まず方向か。聴覚保護と属性攻撃アップ XA か。ちょっとこれね、時間かかる演奏ですね。多分さ、こいつ、あれより強いよな。あの子、なんだっけ、マガイマガド。まあ、あれより後にいるしね。ここまずいな。
一発がそこそこ重い。割となんかヌルヌル動くっていうね、怖そうなモンスターですね。これは玉よけ要素ね。赤いやつは多分こっちになんかフレーキが込むやつで、緑の泡をですねなんかね回復します。ここでこれか、今の大技か、見切った。いやーなんでそこでダウンしたの。ただこれはこっからあれが入る、支援が入る。よし、さらに大ダウン。でペンペンして、これえぐりが来そうです。そうえぐりけないですね。やっぱこの感じはうまいよね、カプコンさんね。理不尽じゃないっていうさ、モンスターの攻撃とかは。あ、これで総流かな。じゃあトイレから行きましょう。やっぱカプコンゲーと比較すると仁王とかはね、ちょっともうちょっと足りないかなっていう感じはあるね。でですね、ここからモンスターいるんだけどちょっともったいないから、ここでぶつけようか。今回もったいない、そのまま叩く。そうだ、こういうなんか通路はね、まあ、自分で選んどいてなんなんだけど立ち回りにくいです。避ける場所がないからね。ただその分なんかもうバチバチの殴り合い、これができる。さあここでスライドビートからの支援。よし、さあ V 破壊。これ危ないね。方向はこれでキャンセルかけて、いいね。さらに V 破壊、どっか行った。これはエグリアクレスを、あらさっき学習した。ここでさらにスライドビート、はいね。もう弱ってる、早いな。4分でもう弱ってるのか。これまだ逃げないか、まずい。赤いやつ来た。これなんだ、これ何のせいだろう。今ですね、これあれだ、泡やられ、何かっていうと滑ります。で今解除ね、これですごいツルツル滑んの、氷の上みたいな。あとこいつは特に厄介だろう。あれだわ、レーザーだわ、水レーザー、あれ本当に厄介。移動しながら、横移動しながら水のレーザーバーって入ってくるんだけど、あれがね厄介なんだよね、特に。おら、ピエン。よし。さて、めちゃくちゃあっさり狩猟完了です。5分。5分45秒。で、落とし物を取って。行くぞ。これもそうだね、上位に出てきたらそこそこ強いんだろうな。よし、爪をゲット。落とし物他ないっけ、そっち。あとね、今日のコメント返し2つ目、アイロンさんが好きなモンスターって言いますか。
自分はそうだね、なんかナルガクルガとかデザイン的に好きなんだけど、今作で特に好きになったのフルフルかな。百竜夜行の時にフルフルをね来るんだけど、あれがねすごい可愛いんですよね。あの子目が見えないからさ、帰るとするか。鳥田の関門はこっちかなって、なんかすごいゆっくりゆっくりよちよちくんの、あれがすごい可愛くて、あれでなんか一気に持ってかれた感はありますね、心を。で、素材をゲット。 V 破壊報酬、またヒレ。で、さらにもう一体ぐらいいけるかな、時間的に。アンジャナフ、ジンオーガ。じゃあアンジャナフ行こうか。あえてつけるとしたら非耐性か、あと防御術。まず非耐性、これと防御術、解体術、小剥ぎ取り返す、まれみ増える。じゃあこれ取っとこう。と防御術、防御術、これは小なんだ。よし、これさ全く何も発動しない場合ってあんのかな。8割9割3つだったら多分普通に全部透かす確率もねあるんだけど、そりゃないのかなゲーム的に。いやでもそんなことはないか。半夜激闘、送り竜が追い来るぞ、三つかやえじきどうぶるい。送り竜が追い来るぞ、走れや走れ転べばしまい、万国猛襲が決心なり。さあ出発、万学竜、野蛮な顎の竜ね。確かチキン南蛮とかの南蛮もそうだったっけ。もともとはその南の方の野蛮な国っていう意味だったような気がする。ちょっと調べてから字幕で補足します。皆さんなんか好きなモンスターっているかな、特にこれが好きとかっていう、これは可愛いとかさ。バサルもさ、ここに行って、まあタクシーにしてもいいんだけど、ちょっともったいないんで、普通に行こうか。このね、こっちの奥だわ。で、まず、クルリアック、あの子がいる。で、クルちゃんはスルーして、ここら辺ですね。下かな？あ、いましたね。まず1叩きで方向が来る。いやーでかいな、これ人類勝てないだろこんなさすがに。足もすごいがっしりしてんね、なんか本当にね、ザ・ティラノサウルスって感じで。火をブーって吐いたりとか、あとアイスコーンに足をいましたね。あと顔面が高いから当てにくいな、顔面に。まず足を V 破壊、尻尾分ね。はい、これは方向はよし、キャンセルできてる。あ、ただ怒ったらか、これでブーですね。うお、すげえなあれ、あの火炎量。
ここで、いやー危険が透かしたか、マジか。結構へこむやつ、危険全透かし。今しっかり回避して、これもうわ、なぎ払いか、ブレスのなぎ払い。この距離感やっぱちょっと怖いね、今の正面に中距離、やっぱこのちょっと横っていう感じかな、ちょい横らへんに陣取る。そう、このレンジがやっぱ怖いね。ナイス。さあ弱点ボコタイム、あちょっとずれてるかな。これ長いんでね、そう、あっち行っちゃったな。さあ落とし物これもらって、ただもうやっぱ上位装備だよね、こっからは。こっからっていうか欲しいのは、いやーすいません、ちょっと適当に振りすぎてた。それ連発やめえよ。これまずいな。よし、久しぶりのグレート、こいつは戦いにくいな。よし、さあここで三応演奏からの、いや笛ほんとこれ強いな。三応演奏も強いし、キエンのね戦慄も強いし、でさらにスライドビート、これもめちゃくちゃ優秀っていう、本当に穴がないね。何かこう悪いところを探そうとするんだけど、特に何もないっていう、これは本当恐ろしいわ。なんでこんな強武器にしたカプコンさん。よし、これは総流か。君は私の意のままだ。じゃあこの通路でおっさん、まず1発目2発目からの3発目。よしでスライドビートからの支援。よしいいよ。さあこれ強えな、意外とまだくたばらんな。さあ死んだ、多分キッとしたと思うんだけど死んだ。今の方向をこっちのボコってあれでキャンセルできたな。そう、ただ死んだ使ってしまうと駆け逃げゲージがね一気に2つなくなるから、でしかも回復も遅いから、これはよし回避、軸をずらしてからのスライドピート。よしで X を打って3応援奏、これができる。よし、さあ弱った、いける。ちょっと顔面が地面にめり込んでんだな。よし、さらにダウン。なんでこんなダウンするかっていうと、スタンチが溜まってんですよね、顔面いっぱい叩いたりしてて。これドンキだから。よしよし、決まりだ。無駄にはしない。さあ今回も多分6分半ぐらいかな。落とし物ないかな、どうかな。万学流、この毛皮と鱗と尾骨。尾骨はね、この鼻のここら辺かな、多分取れちゃったかな。この子の足もね強いんだ、電気をバリバリしてくんの。
舞台はどこかな。さあ無事にクエストクリアで報酬入手。尾骨火炎袋と上流骨、上鎧、尾骨と鱗、いいね、と体液。今回約7分でした。あとサポート技回復笛、あら猫ちゃんね。さあ次、これは緊急クエスト、オロミドロ代謝跡。これも新モンスター。でですね、今回最後にまず武器生産リスト。これはですね、なんだろう、カムラの鉄滴1、これなんで青いの。600円。ただ火力とか全く変わってない。なんだこれ、600円。とりあえず買っとこうか。え、なんだこれ、なんで青いんだろう。あとこれも初かな。これは玉三つねか、琴の葉なくてコリンっていうのかな。とアイアンホルン、これもおそらく上位ですかね。とりあえず買っとこう、装備はしないけど。ボーンホルン、これも買っとこう。フルフルホルン、あとはそうだね、新武器はないかな。剛毛、あ、これもね、これも上位だわ。剛毛ね、白頭獣、ウルクススの剛毛か。と強化リスト、マギアチャーム、シャッコイ氷塊、これはこれ誰だったっけな、あの生ハゲっぽいやつか、ゴシャハギか、あれですかね。これはまだ使わずにいようかな、ちょっと倒してないからね、こっちの動画では。あと防具、アンジャナフ、ほらこういう感じ。スキル集中 KO とランナー攻撃と玉三つね、これこういう感じ。水属性強化と、あれなんていうの、宝物の舞と満足感、これですね、宝物の舞。泡によって回避能力を上昇させる。これはなんかめちゃくちゃ限定的だな。とレウス、攻撃、非属性強化、破壊用、風圧耐性。破壊用いいね。部位破壊ダメージ、破壊用か。笛と破壊用結構相性いいと思います。ボッコンボッコン壊していけるから、よしと。じゃあそうですね、すいません、今回は時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で次回ですね、残ったジンオーガと次のオロミ太郎、この2体を攻略していきましょう。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回モンスターハンターライズでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。